どうも、神風クラッシュです。今日は F1 2021、マゼピンとチャンピオンを目指すキャリアシーズン2ということで、ようやく長きにわたる1シーズンが終わって、2シーズン目タイトル回収に入れそうな雰囲気が出てきました。こちらですね、ドライバー市場へということで、アラン・バーンズ君から解放されそうです。では見ていきましょう。ニキータ、長く待たせたな。 1年間、ようやくお前を迎えに行くことができる。こちらですね。え、じゃあ待って、俺さ、お金300万ドルしかないんだが。え、なんでこんなないの、お金。え、契約できなくね。え、なんでなんで俺こんなお金ないの。はぁ、いや、てかさ、ねえ、ふざけんなよ、お前。え、なんで。え、できないんですが、交渉できません。お金が、試しで言ってみると、これ無理だよね。試しでいくけど、割引して。はぁ、え、何このゲーム。お前さ、1年間かけてもさ、マゼピンすら獲得できないゲームってやばくない。いや、しかもさ、よくよく見たらお前これ金だけじゃないじゃん。マシンパフォーマンスポジションも俺今ポジション9位かな。だからウィリアムズとハースより上の9位なんですけど、マジピン8以上じゃないと入んないよ。こいつ舐めてんでしょ。ハースってだって今一番最下位ですからね、マシンパフォーマンス。お前上のマシンパフォーマンスのマシン乗れんのにさ、何こいつ。もうね、おかしいって。ちょっと待って、しかもさ、これまださ、シーズンまだ10アブダビ終わった直後なんよね。いや、俺雇いたくない。ニキータがさ、行けるようになるまでさ、これ誰とも契約しないって方法ないの。しかも300万しかなかったらさ、お前300万しかなかったら F2 ドライバーしか行けんやん、こんなん。なんだよこれ、お前ダメだ。誰かと絶対契約しなきゃいけないっぽいわ。ふざけんな。じゃあもう契約するしかないじゃん。じゃあこうなったらサマイヤ行く。よくコメント欄で書かれてる、こいつは雑魚だみたいな、こいつと一緒に行こうぜ。じゃあサマイヤ、こいつでいいよ、もうサマイヤでいい。サマイヤにしようぜ。サマイヤでレーティング60。でもアラン・バーンズのほぼ3倍だからね。3倍の能力値ありますから。レーティング60、経験35、技術47、注意力76、ペース70ということで、ほらもうどこを取っても圧倒的に。よし、じゃあサマイヤ、君に決めた。 Here we go。もうこれはまあもう中リスクでいきましょうか。さすがに俺こいつからもちょっと断られるんじゃないかとちょっとビクビクしていたんですが、さすがに快く受け入れてくれた。まあ普通の80万でいきましょうか。じゃあね、基本給80万なんで。よし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 、185日間半年間なんですかね。次の11週間ミサイルオブダーティに加わることが決定しました。よろしくな、サマイヤ。サマイヤの正式名称はグイハルメ。サマイヤ、お前はいつもみんなからバカにされてるってのを俺は知ってるんだ。一緒に頑張ろうぜ。てかニキてかサマイヤとチャンピオン目指すキャリアって誰にも通じないじゃん。サマイヤってまず誰だよでしょ、まずみんなね。さあ、コンストラクターズでやっぱポイントもらえてますね。今お金もらえた。めちゃくちゃお金もらえるやん。このタイミングで顔交換されない。なんで。いや、おかしいなと思ったんだけど、マジで。いや、おかしいな。いや、これ順番逆じゃね。普通さ、これが終わった後にドライバー交渉させる。だって今1900万ドル入ってきたよ。これだったらさ、他に終わったの。もう何なのこのゲーム。そりゃそうだろ、そのコンストとかでもらえた金を使ってもっといいドライバーとかをさ。もうサマイヤと半年間一緒確定なんこれ。ニキータ交換できない。でもニキータ、おーい、中国削除されてる。2シーズン目もチャイニーズ削除されてるんですが、で2シーズン目ですね、これまさかの自分自身の顔も変えられてしまうということで。それどうなん、それどうなんだ。じゃあね、世界国旗もニキータ獲得できなかったっていうことなんで、ベネズエラあたりにしますか。
もうサマイアとのお隣の国ということでベネズエラ国旗にします、ね、ベネズエラといえばやっぱりね F1 界でもなかなか激しい気象の激しいドライバー多いので、ね、名前もずっと風見だったんでここも神風に変えましょう。なんだよ、いやこれ変えらんないんかな。サマイア取っておいて申し訳ない、80万ドルは君にあげるからそのままね変えさせてほしいですね。神風、神風、神風はカタカナなんだ。はい、でドライバーはナンバー8番のままで OK。 ではねスーツも2シーズン目ということで変えていきましょうか。じゃあこの目に悪そうなこのチカついたやつでやっていきましょう。この F2 感あふれるこのこのチーこれこの猿みたいなエモーションが見れる時が来るのか。でスポンサーもなんか今まで僕が使ってたスポンサーこのX フォーミングみたいなやつだったんですが、めちゃくちゃ内容がいいのに増えてる。え？てか今まで俺がこれ契約してたのなんかバカみたいじゃない？だってここら辺めちゃくちゃもらえるやん。え、めちゃくちゃいい内容のあるじゃん。これにしようぜ。めちゃくちゃ倍ぐらいになるよこれ。ゴールボーナスとか収入。何これ？違いすぎだろ。もうこれでいいわ。これにします。で、問題のエンジンなんですが、しかも、ルノー、待って、ルノーエンジンパフォーマンス一番いいやん。ごめん、なんか、今までルノーエンジンゴミっつってたけどさ、ホンダが一番ゴミになってる。メルセデスと並んで一番いい、ただ耐久性、耐久性は一番悪いですね。耐久性なんていらねえよな。よし、俺はね、やっぱ浮気しない男だから、ルノーのままでいこう。君を信じよう。で、カラーリングね。カラーリングなんですが、このチカチカでいきましょうか。目が悪くなりそうな、この色でやっていこうと思います。では、これでやっていきましょう。